コンパクトプラスネットワークのまちづくりをはじめといたしまして、スマートシティの推進や、ゼロカーボンシティの実現等に向けて取り組んでいる本市にとりまして、それ自体が非常に有意義なことであったと。G7 香川高松都市大臣会合は、おとといまで高松市で開催され、持続可能な都市の発展をテーマに議論が交わされました。大西市長は、採択された声明の一つ、都市の緑地化を高松市が進めるゼロカーボンシティの柱にしたいとし、市内にある大きな公園の緑地の維持管理やリニューアルを検討する考えを示しました。また、太陽光を中心とした再生可能エネルギーの充実にも意欲を示し、高松市としてどういう対策が有効なのか、より具体的に考えていきたいと話しました。